はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日はイベントスターロードが来たということで、スターロードの攻略法について解説していきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。まずイベント攻略の方に入る前にお知らせの方を見てみましょう。イベント更新の他にアップデート情報が来ています。内容としては特殊ユニフォームの追加やリアルタイム対戦のルーム戦の不具合の調整など、そこまで重要な内容は記載されていません。ただ明日のメンテナンス後はアップデートを行わないとプレイできない状況となりますので、時間があるうちにあらかじめ Apple Store、Google Play、Amazon アプリストアでアップデートの方を行っておきましょう。アップデート情報に関しては以上となります。続いて本題のイベント攻略の方に入っていきます。まずこのイベントがどんなイベントかというと、シーズンごとに特定の選手を操作して、その選手の活躍に応じてスターポイントを獲得するイベントです。スターポイントに応じて累計報酬が獲得可能となっており、シーズンクリアに応じて投手クリア人数や野手クリア人数の報酬が用意されています。ということでポイント解説の方をやっていきます。ポイント1つ目、ステージのパーセントが高い月や試合前にスターチャンス、スーパースターチャンスが発生した際は特に集中してプレイするようにしていきましょう。スターロードはステージ1から7まで用意されており、ステージごとのボーナスは画面の通りとなっています。ボーナスが高いほど獲得するスターポイントが増えるので、気合を入れてプレイの方をしていきましょう。順調にスターポイントを稼いでいき、ステージ7をクリアした際にトップスターになることが目標となります。トップスターになると最強の証明が発生し、ステージ終了後にもさらに報酬獲得チャンスがあります。最強の証明をクリアすることで画面のアイテムの中からランダムで1つ獲得可能となっています。報酬で差が出るとしたらここの部分となりますので、なるべく逃さないようにプレイの方をしていきましょう。続いてポイント2つ目、自走車が苦手な方はボーナスの高いグランダー低弾道の選手でプレイをしましょう。グランダー低弾道の選手ではホームランが出づらく、ボーナスによるポイントの部分が多くなるので、自走車が苦手な方と上手い方で差がつきにくくなっています。逆にアーティストなどの選手はホームランが出やすいため、自走車が上手い方とそうでない方で差がつきやすくなっています。自走車が苦手な方は低弾道グラウンダーの選手ボーナスが適用される期間にできるだけ野手をクリアするようにしておきましょう。ちなみにボーナス適用期間はご覧の通りとなっています。続いてポイント3つ目、オーダーは育成オーダーにしておきましょう。相手のオーダーは自分のスピリッツに合わせてくれるので、育成選手を入れた方がお得となっています。今現在自分のオーダーは S ランクの選手がちらほら混じっていると思いますが、育成する選手がいなくてこの状況になっているだけなので、基本はプレイ選手以外育成選手にすることをお勧めします。続いてポイント4つ目、中継ぎ抑えの選手をプレイする場合は先発適性があるのであれば積極的に先発起用をしていきましょう。中継ぎ抑えのボーナス期間に中継ぎ抑えの選手を使う場合、起用方法が先発だったとしてもボーナスは適用されます。先発の方が中継ぎよりも出番操作の機会が多くポイントが稼げるのでおすすめとなっています。続いてポイント5つ目、プレイ選手の打順は1番から3番のいずれかに置くことをお勧めします。前回から打点を稼ぐ個人目標が廃止され、合計何塁打以上打つという個人目標が追加されています。単純に打席数が多く回る1番に置いておくのがお得だと言えるでしょう。ただ打点のミッションはなくなりましたが、試合中の打点でスターポイントは獲得できますので、自走車でホームランを打てる自信がある方は1番ではなくランナーが溜まりがちな2番3番あたりに置くのもありだと思います。続いてポイント6つ目、試合前に出される個人目標はハードの条件を選びましょう。ハードといってもそこまで厳しい条件は出ないので、積極的に挑んでいくことをお勧めします。ハードは多少失敗したとしてもノーマルを全部クリアするよりもポイントが稼げるようになっていますので、ハードを選んだ方が基本的にはお得となっています。たまに来るベリーハードに関しては難しい内容が含まれていますので、そちらは条件を見てクリアできる自信がある時のみ挑むようにしていきましょう。続いてポイント7つ目、クリア人数報酬、累計報酬の主な報酬をまとめてみました。118エナジー A ランク契約書、ゴールド契約書4枚、 A ランク特訓コーチ、 S ランク契約書となっています。豪華な報酬となっていますので、しっかりと回収するようにしていきましょう。続いてポイント8つ目、自然回復で終わるかどうかに関してです。結論言うと基本的には自然回復で終わります。ただいつも言うように、自然回復で消化できる試合数に関しては個人によって異なってくる部分ですので、もし終わらなかった場合は最終日に足りない分だけエナジーを使用して、エナジーの使用を最小限に抑えてイベントの方を終わらせていきましょう。ちなみに累計回収後のランダムボックスは10万ポイント必要で効率が悪くなっていますので、累計回収後は V ロードに移ってもらって大丈夫です。続いてポイント9つ目、自チームを変えて球場を変更しホームランを出やすくしていきましょう。神宮のヤクルト、ペイペイドームのソフトバンクあたりがおすすめの球団となっています。
逆にホームランが狙えない低弾道などでプレーをする際は、三塁打が狙いやすいバンデリンドームの中日、札幌ドームの日本ハムあたりがおすすめとなっています。細かいところですが意識の方をしていきましょう。続いて実際にスターロードの方を実践していき、一連の流れの方をお見せしていきたいと思います。ということでやっていきます。まずはハードの条件を選びます。今回は3本以上ヒットを打つということで、まあ、やっていきます。まあ、ヒットを打つって条件が多いので、単純に打順は1番がいいかなと個人的には思っています。さあ試合の方入っていきます。まあ、ミスなくいきたいですね、初戦なので。の方を目指していきたいと思います。 OK。まあ、こんな感じで、まあ、相手の守備もね、そこまでガッチガチに硬いってことはないと思うので、まあ、いい当たりを打っていただければ大体はヒットになるようになっています。さあ第2打席、よいしょ、 OK。 まあ、あんまね、今低い球打ったんですけど、低い球はあんまり振らずに高めの球を打っていただけると結構ホームランとかなりやすいのかなとは思っています。まあ、ここはね、犠牲フライでもポイントは入るのでいいでしょう。 OK。よし、とりあえず打率10割維持ですね。今みたいね、ちょっと外角打っちゃうと、今みたいなケースあるので皆さん真似しないでください。ちょっとショックですね。試合が終了すると、まあ、このようにまず経験値がもらえます。スターロードでは1回あたり100の経験値が手に入ります。続いてポイント10個目、イベント期間中はスタミナ回復と経験値のどちらを選ぶかに関してです。個人的にはスタミナ回復を推奨しています。1試合あたりにもらえるスターロードの経験値としては、先ほどもお見せした通り100となっており、普段の V ロードよりも若干劣ります。ただ経験値 1.5 倍を使えば 150、1.8 倍を使えば180となりますので、育成したい選手がたくさんいる場合は経験値も全然ありだとは思います。各個人に合った選択の方をしていきましょう。ちなみに自分はあまり育成したい選手が残っていないので、スタミナ回復を選ぶつもりです。スターロードのポイント解説は以上となります。イベントの進め方は把握できたでしょうか。久しぶりの1週間イベントということで、自然回復でのんびりと進めていきましょう。この情報が良かった方は高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いてプロスピマーケットが終わったということで、余っているマニーを交換していきたいと思います。本来は契約書からのシリーズ2の確率を少しでも上げるために、金曜日ギリギリで交換するのが理想ではありますが、自分の場合忘れてしまいそうなので、今すぐ交換の方をしていきます。ということで契約書類を交換してきました。余ったマニーが 19,869 ということで、今からこれらのマニーを全て抽選ボックスに交換していきたいと思います。ということでやっていきます。見せ場がなかったら、まあだいぶカットするとは思います。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日も動画を出すと思うので、よかったらまた見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。